ちょっと頑張って、はい、北の大地の素敵な写真が届いたんですね。もうね、まあ、いいもの、好きなものをね、飾ろうかということで、多分皆さんも一緒かなとか思うような写真を飾ってます。今回もなんとも愛くるしい写真が並んでますね。はい、もうなんか私も丸い体だけども、シマエナガがもう黒い、ね、瞳にね、丸い、なんかいいですね、丸ってね。シマエナガの写真、作者の方が小原玲さん、なんとこの方がこんな写真を撮ろうと思ったのかっていうのを聞いて、だから人類って結局一番可愛いものを守ろうとする、うん、そこから始めないとやっぱりね、世の中は変わらない。この言葉で私は感動して、でもう一回見直してみて、で実際にシマエナガ見に行けたので、もう可愛い、でもみんなそこにいるおじいちゃんから、あの若いお嬢様方から、あだいたいうちの主人だって言ってましたもん。もう今回もこのオーナーの渾身の一枚がずらりと並んだと、うん、そうなんですよ。もうなんかね、やっぱりこうその案内してくださった方も写真が大好きだから、もう2人は撮れた人は黙って、もう2時間3時間黙々とシャッターを切ると。そうです、北海道のこういった大自然の、ね、うん、ダイナミックさ伝わる展示はいつまでとなるんですか。ね、一応今月5月中で、まあどんなでしょうかね、なんか気分的にこうコロナが終わる頃に終わればいいなと思ってたんですけど、なんかね、お客さんがもしもうちょっとしてくれって言ってくださると延長しようかなと思ってます。はい、なるほど。で、まあ、そのお話を通じて、ちょっと実はさっきから気になってたこの前に並んだ素敵なもの、実はこれ今回父の日、何かいいものないかしらとお伺いしたところ、出していただいたものということ で、 そうですね、まあ、ちょっと高いものじゃなくていいから、お父さんは本当ね気持ちで、よりお母さんはある程度のものがいるんだけど、ちょっとねそれで考えてみた、うちでまあ手頃なもの、それでこれを見てもっとあのいろいろ組み合わせできますので、ただあげるということが私ね本当嬉しいと思うんですよ。はい、いろんな金額でできますし、中も買いっこできますから、来てから選んでくだされば詰め合わせします。はい、こちらのコーヒーチケットなんかプレゼントして来てもらって、はいはい、このちょっと素敵な写真もお父さん自分の時間をゆっくりっていうのもいいですよね。うん、はい、じゃあぜひ心を癒し、これで可愛いを見に来てもらえるといいですね。はい、皆さんにもぜひそれを味わってほしいです、ね。いや、これからもちょっと皆さん、ちょっとこう憩いの安らぎの時間の提供の場ということで、これからも頑張って皆さんにまたいい時間を提供してください。はい、ありがとうございます。